の夫は？いやー、もうすぐ秋ですね。秋といえば食欲の秋、サンマに梨、ブドウにお芋、考えただけでたまらないですね。世の中は総裁選挙真っ只中なので、総理大臣は誰になるんだなんて盛り上がってますね。さて次回は、日和と凛子運命の総選挙、総理の妊娠発覚、永田町で愛を叫んだ夫の3本です。映画館にぜひ来てくださいね。凛子さんもね、まさか総理大臣になるなんて思わないじゃない。相馬グローバルの会長として意見を申し述べなくちゃ。彼女にうちの事情は関係ないって言ってるじゃないか。関係大いだ。総理の夫行きますよ。日和どこに？国会議事堂に。え？取材はご遠慮ください。この方まだ一般人なので連絡がつかないので焦りました。専用のスマートフォンを渡します。必ず携帯してください。もしもし。総理の夫。その格好は一体？母にラウンドに付き合わされてまして。富士宮さんはシンプルに怒り狂ってましたので。ですよね。この国を一緒に変えていきましょう。君に。私はあなたのように悲しい思いをする人が一人もいなくなることを願って総理大臣になったんだから。仕事も新しい命も絶対に諦めない。やり方なくちゃ。総理の夫。日和くんを利用しようとするなんてふざけないよ。じじ凛子なら絶対大丈夫。じゃん。お、豪快ゲットです。豪快。どうしてこんなすごい人が相馬さんと結婚したんですか。どうしてだろうね。総理の夫。うれ総理ありがとう。もっと